ブルーノ京はアーサー王物語に登場する円卓の騎士。ブルーノルノワールが本名だが、むしろラコート、マルタイユの名前の方で有名。身の丈に合わない父の形見のコートを着ており、あだを渦までコートを着直さないことを誓っていた。ディナダン卿の弟でもある。ブルーノは三分のトリスタンやアーサー王の詩などに断片的な活躍が描かれている。 彼の物語は典型的にフェアンノーンの物語であり、特に亡命ことガレス教徒の物語にかなりの部分が共通している。アーサー・王の死では体に全く合っていないコートを着て、アーサー・王の宮廷にやってくるシーンが初登場。そのため、京京からラコート、マルタイユとのあだ名をつけられる。グイネビア王妃を襲ってきたライオンを、 たった一人で撃退したことから騎士に任命される。騎士に任命された日、マラディザンドという乙女が、アーサー・王の宮廷に黒い盾の冒険に挑戦する騎士を求めてやってきた。これに対し、ラコート、マル・タイユが名乗り出たのだが、乙女は、ダブダブの不格好にコートを着た男などという名前を名乗った若者に対し不満を覚え、口汚く罵倒する。それでもラコート、 マルタイユは乙女と冒険の旅に出るのだが、途中、何人かの騎士に決闘を挑まれる。同家のダゴネット教のみには勝ったものの、ラコート、マルタイユは他の騎士には負け続けるので、あなたは同家役以外には勝てないのかと罵倒され続ける。しかし、負け続けたがラコート、マルタイユは決して弱いわけではない。ラコートマルタイユは馬術こそ未熟であり、よく落馬させられたが、 ドホでの戦いにおいては、かなりの武勇を発揮し、たびたび相手の騎士を打ち負かした。これについて、途中から旅に同行した、モードレト教が、馬術は、一長一短には身につかないもので、ランスロット教すら最初はよく落馬していたが若い頃から、ドホの戦いになると強かった。ドホの戦いとなれば、若い騎士が熟練の騎士を打ち負かすことは珍しいことで、なく、 それゆえ熟練の騎士は、徒歩の戦いを拒否するからラコーと、マルタイユが今まで活躍できなかったに過ぎないと、マラディサンドに説明している。しかし、これで、乙女がラコーと、マルタイユに尊敬の念を覚えるかといえば、そうでもなく、相変わらず罵倒し続けたのである。それから、モードレッド教と入れ違いに、ランスロット教が黒い盾の冒険に、途中参加。 ペンドラゴン城での戦いでラコート、マルタイユは6対1の戦いに敗れて囚人になる。ものの、最終的には、ランスロット教の活躍でラコート、マルタイユとマラディサンドは釈放された。こうして、冒険を終えた、ラコート、マルタイユらは、アーサー・王の宮廷へ帰還。ラコート、マルタイユは、円卓の騎士に助任されるとともに、ランスロット教により、 ペンドラゴン城の主に任命される。さらに、マラディサンドと結婚も果たす。もともと、マサディサンドがラコート、マルタイユを罵倒していたのは、年若い彼に冒険を諦めさせ、命を守るためであったことが明かされたからである。これを聞いた、ランスロット教により、乙女は、マラディサンドを改め、ビアンペサントとあだ名を解明した。マロリー版によればこの後、ラコート、 マルタイユは見事に父の敵討ちも達成したとのことで、あるが、マルリー版では詳しいことは語られていない。モードレド教は、物語において、悪役と相場が決まっているのであるが、この場面では珍しく優れた騎士として振る舞っている。ありがとうございます。